そんなの好きだから、はいはいはい、あ、それ何でしたっけ？スポットライトキング。ああ、そうだ。レインボーでしたっけ？レインボー。そうです。どうする？いろいろなんか思い出してきますよね。はいはいはい。なるほど。やっぱりそのやっぱり近年このアームは僕ジフブックじゃなくてそのスティーブスでもそうだってこれ。はいはいはい。スティーブンすごいセンスというかいいですよね。フラメンコもすごいですよね。そうですね。やってますもんねアルバムね。モトリーのビンズ・ニールでボーカルと、ちょっと一緒にやった時期があって、それ見に行った時ありましたけど、フラメンコで超早弾き ピック使ってやってましたね。かっこよかったですよ。スティーブンさんの得意フレーズはこれなんですか？やってますね。練習してもらったのに、だから練習したらすぐ早く弾けるぞ、これは。ちょっと引っかかっちゃうな。やっぱり徐々に正確に弾けつつ徐々に早くしていくっていう感じですか？それがね、はい、僕の場合ちょっと違いますね。最初スピーカリングに関してはそうなんですけど、これやっぱり指が覚えないとあれなんですけど、このピッキングに関してはやっぱりちょっと勢いみたいなね、うん、そういうある程度の速さまでいくと、この本当にこうなんだろうな、テンポで言うと130とかそのあたりのこう16音符っていうのは結構弾きにくいですね。はいはいはい、むしろ160ぐらいに行ってもらった方が楽な時があるんですよ。一応メトロノームとかありますけど、お、懐かしいですね、そのメトロノーム。これで動かしますね。なんかメトロノーム使ってなんか面白いことが。電池切れちゃう。いや大丈夫です。今170。ハイエースってこんなもんかな。大体こんなもんですね。多分。素晴らしい。これやっぱりメトロノーム使われます？練習されるときは。僕はね使いますね。結構使います、ね。というのもポピュラー音楽とクラシック音楽の決定的に違うのはポピュラー音楽がインテンポであるってことですね。はい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 、なのでこれに合わせて弾けないことには多分絶対バンドの中でせーのでやったら絶対こけるんですよ。なのでそういう意味でこれは。いろんな意味で使いますね。特にロックやる人はメトロノーム使って練習した方が絶対
そうですね。いい感じですね。まあジャズでもそうですね。ジャズでもそうですね。今これに合わせてこういろんな音楽スタイルをやってみようかなと思ったんだけど、あれですね。ボサノバチック。ボサノバチック。それで関西ちょっと早すぎるなやるには。この辺りのテンポはちょっと苦手でもないか。よくあれなもんねこれ。ファンキーな。ちなみにやっぱりカッティングとかなんてピックはあれですか、ハードミディアムとかハードとか、うん、僕はねこれ71ってミディアムぐらいなんですかね、あのちょっとしなる感じ、ちょっとしなる感じで、でなんでかっていうと、あの硬いピックだとね音色がもっとこうダークになるっていうか、それでちょっとこれぐらいがちょうどいいかなって。音色もちょっとブライトな、ええ、ブライトとちょっとそのちょうど中間ぐらいのなんかあれなんで、もうこれ、うん、カッティングもしやすいし、そうなんですよ、20年ぐらい使ってますね、同じのをね。ちなみに何すかそれ。これあのジム・ダンロップっていう、はい、あのダンロップ どこでも売ってるやつですね、はい、あの厚さ書いてある。厚さ71mm、7.1mm ですよ。もう強い 0.71 なんですか、はい。そうですよね。もう本当それ1枚っていう感じですか、基本的に。いや、これね、あとカットギター弾くときにピックで、はい、もっと柔らかいやつ使ってますね。フェンダーの。ソフトのやつをガットギターの時、ガットギターのちょっと先をねまた安いで削りまして、ちょっと尖らした状態にしてやるとなかなかこれがいいですか、うん、でも逆に言うとそれ以上 0.71 以上の厚さの硬いピックはほとんど使ってない、そうですね、あの使えって言われれば多分使えると思うんですけど、それで賄えるというか、あれは苦手ですね、あのちっちゃいピックは。ああ、厚いピックで、ちょっとジャズで、フルアコとかで、あれは、それこそ本当に指が当たっちゃうぐらいのあれなんで、スティーブ・ロコさんはちっちゃいやつ使ってるやつ、びっくりして、みたいなね、本当、中にはあれでもこうガンガンこうカッティングする人いますしね。それぞれですね。僕はどうしても。なるほど。逆にあと、あのサンタナみたいな大きいやつもちょっとダメですけどね。あのおにぎり型のトライアングル的な。あれ見ないですね、最近あのピックね。で、意外と、結構使ってる人使ってる感じですね、僕の経験上。普通のでもいいですよね。あ、そうです。サンタのやつ、もし一回でっかい。ああそれは大変ですね。いや、あの普通のおにぎりはね。普通のおにぎり、いますね、やっぱ定番で。うん、僕、知り合い多いですよ、やっぱり、あのプロの道具もあれして。あの、やっぱり、多分ね、あの弦に当たる面積がちょっと大きいんで、はいはいはい、バイオの成分がいっぱい出るんだと思うんですよね、特にこうあのこういう低音のリスト上かけたこう低音のバッキングとか、はいはいはい、ザクザクザクかね、はいはい、逆にそのさっき言ったあのピックのノイズを利用するみたいな、はいはい、なるほど、結構太いそういうバッキングができるんじゃないかっていう感じじゃないですかね。あとちょっと話題変えてるじゃないですか、ギターに関してなんですけど、
そのメーカーが、これジェームス・タイラー、タイラーですね。でシングルシングルハンバッカーで、フロイド・ローズ。フロイド・ローズですね、これは。結構僕はあのさっきのやつアーモア・ザ・コイラの。最近やらないですけど、ちょっと遊びでね。はいはいはいそれってあのミニスイッチいっぱいついてますけど、なんか役割って、これはね、ミッドブーストのスイッチなんですよ。あ、ちょっと、あ、これをミッドブーストのスイッチで、これ入れるとちょっとあのふくよかな音になります。あのミッドブーストだって。あ、それはリアも。リアの時も、フロントの時も、ミドルの時も、そうですね、全部聴くっていうことですか。それぞれは。どのポジションにしても、ミートブーストできるミニスイッチなんですか。そうです。どういう時にやっぱり使う感じですか、ミートブーストは。特に僕が使ってるのは、ディストーション系じゃないソロの。グリーントーンのね、ソロでちょっと前に出したいなっていう、目指したいなって。クリーンの音色の時のソロとか、特に重宝するみたいな、そういうのでちょっと音もちょっと太くなりますしね。逆にだからこれをカントリー系のなんかこういうあのソロとか、そういう時は逆に切った方がテレキャスっぽくなる。はいはいはい。みたいなね。なるほどなるほど。あとスイッチ。そう、ま、これはあのそのミッドブーストの度合いを。あ、度合いなんですか。あと例えばそのシングルシングルハムっていう理由って何かあるんですか。例えばハムハムとか、ハムシングルハムってあるって、なんかこうしっくりいきますかね、なんかシングルの方が、フロントがシングルの方が、これは本当に好みだと思うんですけどね。なんか音量差って気にならないですか。ギアの場合はやっぱり結構、出力結構出ると思うんですけど、フロントがシングルだとちょっと抑え気味になるかな。そうですね、その辺はやっぱりバランスを取るように、まあ、なのでこうディストーション系の、大概ディストーション系なんですけど、こっち使うのは、はいはい、ディストーション系のレベルを結構下げ気味にしてるかもしれないですね。ギアの時も、はい、大概こうギアでこう歪み系を使うので、まあ、こういう、あ、その時にフロントで切り替えた時もバランスが取れるように、ギアはあんまりガッと、そうですね、100パーで出さないといけない。その辺バランスっていうのは難しいですね。逆にこうちょっとクランチ系出したいときはやっぱりこうセンターピックアップ買ったりねしますからね。あ、何の時ですか。センター、ちょっとクランチ系の、クランチ系、今クランチ系作って、あ、こう、あ、それセンターで、で、これセンターの、あんまり低いクランチじゃないかな。それ五点ですよね、あのスイッチは。そうです。5点でハーフトーンが出ている。あとフロイドローズロック式にしたっていう理由とかあります。やっぱりこう激しいアームでチューニングが食らないのが理由です。やっぱりこうレコーディングとか、やっぱりピッチとかその辺要求される時がやっぱ多いですもんね。そうなんですよ、オーケストラとかでやるときとかもね、そうですし。オーケストラですか。バイオリン。はあ、はあははあ、なるほど。フルオーケストラで入るときとか、やっぱり結構やっぱり
シビアですね、そういう音程関係がね。はい、チョーキングの音程一つにしても。はいはいはい、まあ、こう本当はこう、このギターはついてないんですけど、はい、こうこうダブルチョーキング。はい、これ、やっぱチョーキングすると、元の音は、ちょっとこう引っ張られて下がるんですよね。そうですね。それはね、ちょっとあの下がらないようにしてる、ここにね、アームロックみたいな、アームロック、なんだろう、アームアジャスターっていうのをつけてるギターがあって、はいはいはい、あ、それはチョーキングしてもブリッジがこう上がらないような。うん、なるほど。22フレットですよね。これ、そうです、22フレットですね。やっぱり僕も22フレ好きなんですけど、24とかより、逆にね、僕24っていうのは一回使ったことあるかな、なんかグレープのアレンピックのね、なんかコピーモデルが昔あって、それ全然音良くなかったんですけど、まあすごいハイポジションの感覚がすごい狭いですよね、24、まあ高い音域はもちろん出るんですよね。まあでも人それぞれだとは思うんですけどね、うん、まあアマチュアの頃ってこういうね、すごいチョーキング使ったけど、今せいぜい使ってこの辺りかな、チョーキングですか。まあ、やっぱり22ぐらいが一番堀内さんにとってはナチュラルな、そうですね、やっぱ出ないっていう可能性も、あの22フレ、うん、1フレットのギター使ってる人もいますからね。で、 あんまりアレンジャーの人が書いてこないかもしれないですね、こっちの方までね、あの音符をね、はいはい、フレットはなんか普通サイズぐらいなんですか。それはね、フレットって打ち替えたことって、あの前はね、しょっちゅう変えてたんですよ。あ、そうなんですか。うん、あのそれこそ最初フィンガリングで弱く押さえなさいよって言いましたけど、はいはいはい、本当にね、僕もうガチガチに押さえてたんですよ昔。だからもうフレットの減りがものすごい早くて、年に1回ぐらいのペースで本当にね。そうですね、高いですよね、リフレット。そうなんですよ、リフレット、そんぐらいなんかやってたんですけど、これも何回ぐらい変えてます。これ買ってから1回も変えてないぐらいなんですよ。だから、なるほど、本当にそういう抑え方の改善で、そういうメリットもあるっていうことですかね。経費削減的な。おまけに弾きやすいし、はい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 、音程も良くなるし、はいはい、本当にね、自分の昔の演奏聞くとピッチ高いもん、ね、小さいですか。話も打つんですけど、それやることによってこうあんまりこう指バタバタしなくなるっていうか、そうですね、まあある意味合理的なフィンガリングです、だと、うん、そうですね、何の話してたんですか。ギターの話ですよね、あのフレットだと。ああ、でもそれもう何年ぐらい使われてるんですか。これはね、そんな5年ぐらいですかね、新品で。いや、これ中古で買いました。中古で。タイラーはね、これまだこれ確かタイラーなんで、これマイクはトム・アンダーソンってやつで、はい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 、コンポーネント全部がタイラーじゃないですか、ね、ああ、そうなんですか。初期のタイラーで、なるほどなるほど。今なんかもっとこれすごい音、あの打ち方甘い音がするんで、結構だいぶイコライジングで硬くしてるんですよ。ローズ芝なんですね。そうです、ローズ。ボディは何すかね、それ。これは何だと思いますか。それはアルダっぽいです。